徳重、名古屋芸大駅は愛知県北名古屋市徳重広畑35にある名古屋鉄道犬山線の駅。駅番号は異例後。旧称は徳茂駅。名古屋芸術大学との契約により2005年より現在の駅名を使用しているが旧駅名が通称として用いられている。マナコの上履歴に表示される駅名は 徳重名芸であり、名古屋市営地下鉄桜通線、徳重駅の、七、徳重と区別している。当駅は解消後の漢字表記が、を含めて8文字となっているため、3500系などの LED 列車案内表示では、スクロール案内される。旧駅舎8両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。改札口は両ホームにある。 東改札口には7時から22時までの間、駅員が配置されている。下りホーム側改札内には、バリアフリー対応のトイレが設置されている。当駅は改札内連絡通路を持っているが、改札内連絡通路には、エレベーターなどのバリアフリー対応設備が装備されていないため、車椅子使用者が駅を利用する際に逆方向のホームを利用するには、 駅横の踏切を渡る必要がある。当駅は、もともとは、京上駅舎の構造であり、駅の北側にある踏切の東側もしくは、西側から階段を上って駅舎に入り、改札を通って上り線、または、下り線のホームへと続く階段を降りる道線となっていたが、2009年度にバリアフリー対応化工事が行われ、上下線の改札は、別個となり、それぞれのホーム上に、 地上駅舎が設けられた。旧駅舎部分は改札外階段の撤去と、改札口の封鎖を施した上で、改札内連絡通路に転用して使用されている。普通列車しか停車しないが、駅付近に、名古屋芸術大学の他県立西春高校があるため、学生などの利用者が多く、快速急、また、道路線内の普通列車のみ停車する駅では最も利用が多い。なお、 1990年10月29日のダイヤ改正以前は、準急停車駅で、同改正後も平日の朝の一部の急行が特別停車していたが、1993年8月12日のダイヤ改正で、急行の特別停車はなくなり、逆に、当駅と隣の大仙寺駅を特別通過する、犬山駅発の名古屋市へ地下鉄鶴舞線直通の、 普通が平日朝にのみ3本設定された。この3本の普通は、その後、1999年5月10日のダイヤ改正からは当駅及び大仙寺駅にも停車する形に改められたため、現在は全ての普通列車が当駅に停車する。周辺は住宅地である。当駅は2006年の合併前の旧西葛外郡、西春町の町内にあり、 当駅の南側から東側にかけて、道町と四活町との境界があった。駅のすぐ北側には、愛知県道161号名古屋豊山、稲沢線が東西に通っており、徳繁1号踏切で平面交差している。この徳繁1号踏切と駅南側にある西春5号踏切は、自動車の円滑な通行の妨げになる、自動車ボトルネック踏切として、 全国連続立体交差事業促進協議会の緊急対策踏切リストに掲載されている踏切であり、当駅周辺では慢性的に交通渋滞が発生している。愛知県と北名古屋市が当駅周辺の連続立体交差化事業を進めているが、平成23年度の段階ではまだ調査の段階である。旧四活町方面、旧西春町方面。 令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月28日閲覧。AB テラダ一。海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年。257ページ。ISBN 978から47億7701万3364。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年1048ページ平成17年1月29日にダイヤ改正を実施名古屋鉄道オリジナルの2020年12月30日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20201230050929/https:www.meitesu.co.jp/profile/news/2004/041025.pdf2020 年12月30日閲覧。ab 駅時刻表。 名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、 160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。踏切水水大作戦、緊急対策踏切リスト、ウェイバックマシン全国連続立体交差事業、促進協議会17ページ、連続立体交差事業北名古屋市議会議員。 大田隆則活動報告、特殊劇に関するカテゴリー。ありがとうございます。